ジャネット・マクドナルドはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の女優、歌手。戦前の音楽映画の看板スターとして知られた。1965年1月14日、ヒューストンのメソジスト病院で心臓麻痺のため57歳で亡くなった。本名はジャネット・アンナ・マクドナルド。幼少の頃から声楽、ダンスを学び、 1919年ブロードウェイで初舞台を踏む。20年代を通して何作かのミュージカルに出演した後、1929年パラマウント映画ラブパレードで映画初出演を果たし、一躍パラマウントの看板スターの一人となる。シュバリエとは4作で共演した。1933年メトロゴールドウィンベイヤーへ移籍し、翌1935年からの マリトン・カシュネルソン・エディトの8作に及ぶ共演によって人気は最高潮を迎える。1937年俳優ジーン・レーモンドと結婚。一旦 MGM から離れた後、1943年にはモントリオールでオペラ初出演を果たしている。1950年代以降はレコーディング、舞台出演、テレビ出演で活動を続けた。ありがとうございます。